プラスチックの可能性、素材の特性を最大限に引き出してまだ世の中にない性能を作る、常識にとらわれないアイデアで製品に新しい命を吹き込む。私たち大和合成は熱可塑性、熱硬化性の材料を知り尽くしたプラスチック成形のスペシャリストです。自動車、二輪車の重要保安部品、配線用遮断機や導電遮断機などの電気安全部品、薄肉精密な電子部品、最先端の技術を必要とする光学機器、日常生活を彩る化粧品容器など、さまざまな分野に大和合成は優れた製品を数多くご提供してきました。特に熱硬化性樹脂やエンジニアリングプラスチックなど、高い耐熱性や剛性が求められる部品の成形と技術提案に、私たちはお客様からの高い信頼をいただいています。これは自動車のエンジン部品であるプーリー。従来は金属製だったものを熱硬化性樹脂に変えてベアリングをインサート成形することで、大幅な軽量化とプレ精度向上、低騒音化を実現しています。自動車の軽量化、燃費向上に大きな可能性をもたらす独自技術です。大和合成では材料メーカーとの共同開発や製品仕様に最適な形状提案、金型の設計製作から樹脂成形、製品完成までのトータルエンジニアリング、提案型のものづくりで、お客様と共に高度なプラスチック成形加工技術に挑み続けています。そして大阪と宮崎の国内工場、ベトナム、ハノイとホーチミンの工場が連携しながら、多種多様な製品を日本、ベトナム、タイ、インドネシア、中国、インドなどに送り出しています。大阪府堺市にある本社工場、ここはプラスチックの可能性を提案する大和合成のメインラボ。試作や量産技術、次世代技術の研究を行っています。これは熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂にカーボン調繊維やガラス調繊維を混ぜた複合材料で、成形品に今までにない強度を与える研究開発。自動車や航空宇宙をはじめとするあらゆる分野に大きな可能性をもたらします。大和合成では材料メーカーや成形機メーカー、周辺機器メーカーをはじめ産学官と連携しながら、新しい成形技術の確立に日々努力と研鑽を重ねています。紙の成形や竹粉を汎用樹脂に混ぜた成形品の研究開発も行っています。宮崎工場は自動車重要保安部品の認定工場です。生産効率よく機械が配置された熱硬化性樹脂の自動成形ライン、五軸ロボットがジグの交換から製品取り出し、ゲートカット、バリ取りまでを24時間無人稼働で行います。自動化が難しい熱硬化性樹脂のインサート成形もロボットが行います。配線用遮断機や導電遮断機などの電気安全部品にも長年にわたり成形ノウハウを蓄積してきました。熱可塑性樹脂の成形ラインではエンジンの周辺部品やオイルタンクなどを製造しています。振動溶着、エアリーク試験、X 線検査装置も備えて、
品質保証も万全の体制を構築しています。ハノイ工場は大和グループで最大の量産成形工場です。また金型製作部門を備えています。製造ラインでは最大1300トンの成形機をはじめとする大物の熱可塑性樹脂成形を得意としています。アウトサートや自動化、二輪部品、電子機器、応援機器、日系二輪メーカー様向けの外装部品の製造を中心に、ベトナムの方々の生活の質向上に大きく貢献しています。ホーチミン工場は熱可塑性成形と熱硬化性成形に対応する多彩な設備を備えています。自動車のクラッチ部品やトルクコンバーターなどの重要保安部品をはじめ、配線用遮断機や漏電遮断機メーカーに安全部品を供給するなど、独自技術による充実したサポートを展開しています。厳密に管理されたクリーンルームの中で薬品容器のブロー成形を行う24時間稼働の無人化ライン、化粧品容器の成形、組み立て、印刷、検査までの一貫体制、また生産に必要な金型の内製化も行って、アジア地域での日本クオリティを大和合成はコンカレントにご提供しています。自動車部品、電気安全部品から環境、医療、航空宇宙産業まで、私たちはプラスチックの可能性を提案するファーストコールカンパニーになるべく、全社員一丸となって挑戦し続けます。ものづくりの未来のために、プラスチック成形のことなら大和合成にご相談ください。